伊藤忠太から1954年4月7日は、明治から昭和期の建築家、建築士屋である、郷は幸運。以下位、君等、学位、称号は、肖像位、君二等随法上、工学博士、東京帝国大学名誉教授、早稲田大学教授、山形県米沢市出身、米沢市名誉市民第1号、少年時代を、東京、桜で過ごす、 帝国大学工科大学を卒業して、同大学大学院に進み、後に工学博士、東京帝国大学名誉教授となる。西洋建築学を基礎にしながら、日本建築を本格的に見直した第一人者で、法隆寺が日本最古の寺院建築であることを学問的に示し、日本建築史を創始した。また、それまでの増加という言葉を建築に改めた。 建築進化論を唱え、それを実践するように独特の様式を持った築地本願寺などの作品を残す。1943年には建築界で初めて文化勲章を受賞した。円柱の中央部に膨らみをつけて立体感をつける技法をエンタシスという。法隆寺の支柱の銅針とギリシャ建築のエンタシスを関連づけた中太の学位論文は具体的証明を示していない。 和辻哲郎の古辞巡礼で広まり、日本はシルクロードの終着点といった言説とともに、日本でよく語られる説であるが、学問的には立証されていない。祇園閣一橋大学、金松高堂、大倉修古館震災記念堂築地本願寺、浅野総一郎亭、死雲閣、靖国神社神門。ありがとうございます。